さて、それでは今回はポケモンスリープカビゴンの食事についてなんですけども、動画外で料理の最終エナジー6556という、ごちゃ混ぜカレーで大成功を出すことができました。ちょっとびっくりしました。こんな数字までいくんやなぁと。しかもごちゃ混ぜカレーですからね。で、なぜそうなったのかというところと、今回ちょっと朝食を作れるので試しに、まあ大成功までいけるかわからないんですけど、ちなみにこのまあエナジーが高ければカビゴンの、レベルが上がり、そしてカビゴンのレベルが上がると、毎朝起きた時ですねの、睡眠時間に対する毎朝の獲得眠気パワーが多くなるというふうになってます。まあプレイヤーランクが早く上がっていくということで、こういったところ細かくポイントになってくるかなと思うので、まずはまあ試しに作ってみたいと思います。で、なぜ6550まで行ったかっていうと、普通にごちゃ混ぜカレーを作っただけではなくて、こちら鍋、キャンプセットの前に鍋というのがあります。こちら、これが寝顔図鑑を20個揃えるとアンロックされて拡張機能が、使えるようになります。ここで、現在僕は1回アンロックしてて、夢のかけらを1200個使って12個から15個に、拡張しました。18になってる理由はキャンプセットですね。キャンプセットが 1.5 倍、鍋の容量が 1.5 倍になるというところで、18になってるのかなと思っています。18までのアンロックをするのは、夢のかけら2700個必要ということなので、まだちょっとここまでできてないんですけども、現状が、キャンプセットとそれから、拡張3個分ですねの、合わせ技で18個になっていると。これでまあちょっと鍋の容量が増えてたというのが一つポイントだったかなと思います。それでは朝ごはん作っていきたいと思います。で、ここでも少しだけやり方が違うんですけど、まず選んで作るというところを選んで、からのレシピですね。初めてのメニューをやってみようと思ってて、特選エッグ10個、それから安眠トマトを1、2、3、4、5、6個。で、ここで、プレビューをします。右上のところ、鍋の食材の隣ですね。プレビューを押すと、ハテナってなります。これ、ハテナってなると、新メニューができるという、証拠というのかな、らしいです。では、これで料理を始める。で、そうすると、いつもここ僕読まずにやってたんですけど、鍋にまだ11個の空きがあるので、ランダムな食材を自動で追加できます。追加しますかって、これ、違う食材入れたら、料理が変わってしまうと思ってたんですけど、すでにもこの段階で料理は確定してます。あとは、追加した分だけポイントが高くなるので、追加するをします。ランダムで残りの料理が埋まってくると。そうすると、その分だけこうやって、一つにつき130ポイントプラスっていう風になってるので、これ大きいんですね。ちなみにこれパタパタできるらしいです。ここクリックすると。あんまり関係ないんですけど、早まるだけらしいですね。溶けるオムカレー、そこそこのポイントでした。ホーム画面に戻る。ここで大成功したかったなぁ。で、食べると、今の3500分ですね。カビゴン上のゲージが、そこそこ伸びるということで。で、リサーチノートも増えてくるので、どんどんいろんなメニューやっていった方がいいかなと思います。ちょっと時間を空けて、お昼の料理もチャレンジしてみようかな。さて、お昼になりました。うまくいけば、大きな失敗がなければ、カビゴンの絆エナジーですね、上のところ、ランクが上がるかなと思っています。一応、まあ、ネット調べですけども、大当たり、大成功ですね。食事の大成功が出る確率っていうのは、5分の1ぐらいかなっていうふうに書かれてたんですけど、だとしたら、まあまあ、2日に1回、2日から3日ぐらいに1回は出るのかなと、1日3食あるので、と思っているところです。さあ、それでは、ちょっと作れるレシピないかな。では、特選リンゴカレーですね。一番簡単なやつですけども、レベル9なので、700しかでももらえないのか。
で、まあ、これで、さらに、追加ですね、残り20個分他の食材を追加して、本来なら700ちょっとぐらいなんですけど、どれぐらいついてくるか。パタパタするってしてるかな、あんまり。2570、これ、おお、3390ですね。特に大成功でもなく。あ、ランクって10までじゃないんや。まだ上がるんですね。これでどうかな。カビゴン、元の目的は大成功出したかったんですけども、カビゴンのランクが一つ上がると。もともと一つ目の島にいる方はもっと高いかなと思います。僕は行ったり来たりを繰り返しているので、人一倍にチケットを使って失敗してしまったんですけど、お、一つ上がった。ハイパー1になりましたね。全く珍しいポケモンが出ないので出てほしいなぁと。またね、この後乗せれたらなと思ってるんですけど、キャタピーだらけなんです。このあたりも、比較とかもできたらいいなと思ってます。ということで、今回は、ちょっとふわっとしてしまったんですが、大成功を出せば、大成功出せばじゃないですね、鍋の拡張、それからこちらキャンプセットの効果の合わせ技で、大成功が出た時にさらに、まあ、絆エナジーですね、エナジーのポイントが高くなるという、紹介でした。本当にたくさんの方見ていただけて、ものすごく、撮影緊張してるんですけども、頑張って、いろんなポケモンを見つけて何か有益な情報を出せたらなと思うので、ぜひぜひまた見に来ていただけたらと思います。では、ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。アトリエ造形の王様では、たくさんのジャンルの動画を日々投稿しています。ゲーム実況、工房のグッズや作品紹介、配信者さんとのコラボ実況、ガンプラリペイント動画、技能検定、技能五輪解説、レトロゲーム実況、イラスト動画、ラジオ動画、ガチャ動画、古典の様子など、人気作家になりたくて必死にあがいています。どれか一つでも興味を持っていただけたら、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。きっと興味のないジャンルの動画もたくさん上がります。それぞれ再生リストから見やすくしているので、登録後は通知を切っていただいて、忘れるギリギリ寸前ぐらいにまた見ていただけたら嬉しいです。それぞれが見たい時に見たいもの。